ニッペックス0301200ペンチとは、先端同士が噛み合う構造の、自由に開閉できる構造を下曲げる、挟む、引っ張る、ねじる、切断などの作業を行うための工具である。英語ではプライヤー、またはカッティングプライヤーと呼び、ペンチはプライヤーの一種であるが、逆に、日本でプライヤーというと、ペンチの一種を指すほど、ペンチはモンキーレンチと同じように、 一般家庭に汎用工具として普及している。先端の裏側ペンチは、刃先の平らな部分で銅線、針金、釘を曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなどの作業を行うことができる。また、刃口の奥には、切れ刃がついているため、銅線、針金、釘の切断も行うことができる。このほか細かい作業では、材料の固定にも用いられる。電気工事の用途では、 電光ペンチとも呼ばれる。英語では、ラインマン、エスプライヤー、または、サイド、カッティングプライヤーと呼ぶ。日本工業規格は、プライヤーに分類して規格化されている。JIS については、1951年6月に、富士屋がペンチの指定工場となったのが最初である。ありがとうございます。